こんにちは、ラブパトレビューです。今回はラブパトリーナ第22話誕生サータンクロースについてレビューします。前回のあらすじは、クリスマスプレゼントを買いに行った翼はサータンと出会います。サータンの望みで映える写真を撮るために遊園地へ来ました。遊園地で遊ぶ翼とサータン、2人は友達になり、一緒にクリスマスパーティーをする約束もしました。しかしワルピョコ様はサータンが真の力を発揮する帽子サータンハットを手に入れていました。そしてそれを渡されたサータンは仕方なくかぶります。すると怪しく目が光りました。さて今回のお話は、サータンはこの帽子嫌いだ、好きじゃないと言ってサータンハットを脱ごうとしますが脱げません。そしてよく見るとサータンハットの先端にはラブを食べてしまう存在ラブパックンが。サータンのラブは次々とラブパックンに食べられていきます。サータンは手を伸ばし翼に助けを求めます。しかし助けは間に合わず、サータンはラブをたくさん欲しがるサータンクロースになってしまったけれど、一体どうなるの？それでは早速見てみましょう。その前にラブパト動画をどんどん配信していくので、チャンネル登録よろしくね。サータンクロースは次々とクリスマスのラブを奪っていきます。今回はなんだかモブの人キャラクター濃くない？その様子を見てワルピョコ団は大喜び、ワルピョコ様もワリーヌたちに褒められて照れてしまいます。そんな中、ラブパト秘密本部にラブパト110番が入ります。出たなワルピョコ団。どうやらサータンクロースによって保育所の子供たちのクリスマスのラブを奪われてしまったようです。どうせサンタクロースなんて来ないよのところで、実はいないよって言うんじゃないかと思ってヒヤヒヤしました。よかった。ラブ G 長官のやはりサータンはみんなのラブを食い尽くす悪魔だったのかという言葉に反論する翼。そう、すべての元凶はサータンクロースの頭にあるサータンハットです。翼のサータンクロースをサータンに戻したいという気持ちにみんなは行こうと言ってくれました。ラブパトリーナ出動です。4人で出動は久しぶりのような気がしますね。通報された保育所にやってきたラブパトリーナ、そこには奪ったラブに囲まれて満足そうなサータンクロースが、確かにふわふわで気持ちよさそうですね。あら、よく聞くと前までは自分のことをサータンと言っていたのに、サータンクロースになってから私に変わっていますね。しかしラブパトリーナが構えるとサータンクロースは姿を消してしまいます。その代わりに隣の部屋にはたくさんの卵が、その中でも一つだけ大きすぎるものがありました。サータンクロースはこの中の卵のどれかに紛れたようです。みんなは大きな卵を疑います。しかし大きな卵があまりにもあからさまなので、反対に怪しいとラブパトブルーは言います。そこでラブパト社員が操作カードのガサ入れカードを使って卵の中身を見てみることにしました。例の大きな卵の中でサータンクロースが狭、暗、こんなとこ早く出たいよと丸くなっていました。そっか、罠じゃなかったか、というか嫌ならもっと別の方法があったでしょうに。卵から出てきたサータンクロースに翼は、サータンやめてと止めるも、サータンクロースにラブパトリーナとか知らないですけど、てかあんた誰と尋ねられてしまいます。どうやらサータンクロースはラブパトリーナのことも翼のことも忘れてしまったようです。ショックを受ける翼、そんな翼からクリスマスのラブより大きなラブの匂いを嗅ぎつけ、サータンクロースは奪おうとします。走破させないと動いたのはラブパトブルー。バラモードになりバラの花びらで目をくらませます。その間にラブパトプリティでラブ逮捕しようとしますが、聞いていません。ラブ逮捕ができないだなんて。そして翼のラブがサータンクロースに奪われてしまいました。他よりも大きな翼のラブをサータンクロースは嬉しそうに抱きかかえます。ラブを奪われてしまった翼は一体どうなるのでしょうか。さて次回のラブパトリーナはクリスマスのランララン。
ランララ、ラブ。翼のラブが奪われただけでなく、自分たちの力が通じなかったことで、サータンクロースの恐ろしさを痛感するラブパトリーナ。一方、翼はサータンクロースをサータンに戻せなかったことにショックを受けます。それでも助けたいという翼の思いは果たして通じるのでしょうか。いかがでしたか？この動画が良かったらグッドボタンを押してね。次も見逃さないようチャンネル登録をしてね。それではパパッとまた次回。